国道390号石垣市内起点国道390号石垣市内終点国道390号宮古島市内起点国道390号宮古島市内終点国道390号,号は沖縄県石垣市から石垣島宮古島を通って沖縄県那覇市に至る一般国道沖縄県内を走る国道で沖縄本島以外の離島も通る 唯一の国道である。また、日本国内の国道として、最南端、最西端に位置する。沖縄県の南西部に位置する先島諸島に属する、石垣島と宮古島から海を挟んで、沖縄本島の那覇市とを結ぶ、延長約 550km、海上を除いた陸上部の実延長約 63km の一般国道の路線で、区間の大部分が海上にある、 海上国道でもある。主な通過地は、起点の石垣市のほか宮古島の宮古島市で、沖縄本島の那覇港から終点、那覇市内の国道58号に接続する。かつては、海上区間にフェリーが就航したが、現在は、フェリーボートの就航路線がない。日本の国道最西端に位置し、国道395号起点でもある石垣島の730交差点は、 太平洋戦争後のアメリカ占領下にあった沖縄県が日本本土復帰6年後の1978年7月30日にそれまで占領下の影響で道路右側通行だったものを左側通行へと一斉変更を実施した日に由来する一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過値は次の通り 石垣市内宮古島市内那覇市内国道390号の起点は石垣島の730交差点で1978年7月30日に沖縄県の道路の通行方向変更を記念した記念碑が建てられている。ここは日本の国道網の最西端でもある。起点から石垣島の南岸と東岸に沿って道路は続いて、 石垣市屋座イ原間の沖縄県道79号、道県道206号交点で突然途切れる。そこから宮古島で再び現れて、宮古島市屋座平良西里の平良港交差点から、島の西、南岸沿いに反周した道市屋座、ぐすくべほらの沖縄県道83号接続点で、再び途切れる。さらに、そこから沖縄本島の那覇市西に,に所在する那覇府島付近に、 現れて、那覇市内中心部の国道58号交点、朝日橋交差点で終わる、沖縄本島の那覇港宮古島石垣島間に、海上区間が2区間があり、海上区間 489km は、総延長の約9割を占める。この航路には、かつて、有村産業によるフェリー路線が就航していたが、2008年以降は、船会社である。 有村産業の経営破綻によりフェリーなどによる就航路線はなくなっている。一般的な海上国道は、起点、終点の探点が他の一般国道の路線と交わるが、国道390号では、起点孤立の探点となっている数少ない路線の一つでもある。国道最南端の地は、八重山諸島の石垣島の石垣市街地にあり、九州本土から約1 0 0 0トル離れた。 北緯24度20分、統計124度9分の位置にある、国道最西端の地も、ほぼ同じ位置にある。ありがとうございます。